おかわり <laughs> 声やらかした <laughs> なんかカスカスするなとは思ってたんだけど大丈夫でしょうと思って収録してたらもう出なくなっちゃった <laughs> バカだよね反省してますうんだから今日のお仕事は一旦お休み君も早くないいつもこんな時間に家にいないのに。 ああ、直帰だったんだ。お疲れ様。うんああ、確かに。二人でこの時間まったりできるの久々かもね。<laughs> どうする外食でも行っちゃうえ、はい、うん。病人って言ったって声出ないだけだし。うん、まあ、はい。仕事道具です。すいませんでした。うん。 じゃあなんか頼むそれとも作ろうかなんか <laughs> あああそうねじゃあ一緒に作ろうかうん <laughs> ごめんねうるさくて咳払いダメだって分かってるんだけど喉気持ち悪くてうんどうしたのん

<laughs> 冗談だよえなんでそんな顔真っ赤なの <laughs> そう気のせいならいいですけどお風呂溜めてきまーす待っててくださいよしじゃあ溜めてる間テレビでも見る何やってるのかな普段あんまり見ないからさテレビなんて ねえ、君なんかさっきから変だよどうしたのいやさすがに何でもなくない態度よそよそしくなったりいきなり顔真っ赤にしたりなーに教えて私なんかした声ああ声違うけどうん。 なるほどね違う人の声みたいでドキドキしちゃうんだへえそれはいつもの私の声以外でも興奮できるってこと私じゃなくてもいいってこと <laughs> そうそう冗談ちょっと可愛かったから意地悪したくなった でもそっか。ちょうなんかするだってさ今日私もお仕事できないしこのあとすることといえば寝るだけでしょせっかくいつもと違って楽しめそうな雰囲気出てるしなんか遊びたくないと思ってあ <laughs> 何考えたの私は別に何だとも言ってないんですけど顔真っ赤にしちゃって耳まで真っ赤だよ。 何考えたんですかやらしい <laughs> <laughs> じゃあさ私に言われたいセリフ教えてようんこんな特別扱いなかなかないよ声優やってる彼女が君のためだけにしかも声が枯れてる貴重なボイスでセリフを言ってくれるんだよ <laughs> <laughs> 何でも言って。 君のためなら何でも言ってあげる <laughs> わざわざチャットで送ってくるの何その恥ずかしいって分かんないないいよ送って、うん、へえ<ー>こういうこと言われたいんだ <laughs> よしじゃあ近くに寄って。 耳元で言ってあげるほらほら、おいで何考えちゃったの変態君みたいな悪い子はお仕置きしないとねお仕置きされたい <laughs> どうでした <laughs> 満足そうですねかわいいね君って案外大人なお姉さんにいじめられたいみたいな欲求があったり <laughs> いいんだよ隠さなくて思ったより楽しめそうだなお風呂上がったらもっとやってみようか楽しみだねじゃあお風呂いってらっしゃいたまったみたいなんであとでね 看看、啊